今しの古代歴史館かな、はい、特別展でございます。こんなんがいっぱい出てきたんだよね。E型派には書いてある、もう書いてある、書いてある、E型派には太ってありますけど、これはどうやら素焼けだろうかな。素焼けやろね。水取りの始まりはどこやったっけ、どっかで見たな。一緒の博物館やだな。こんないっぱい出たんですか。武器は、これ武器かね。剣か、木刀と剣。わあ、作る方も大変でございますね、これは。ね。あ、これね。弓矢でございます。すごいね、これ。あれがクラ、バブ、ガラス玉。これ大きいね、これは。こんな埴輪は。言い方埴輪は。高さが103、40センチあるな。幅は1メーターぐらいあるんちゃうかな、これね。これはすごいわ。これが古墳でございます。あとでちょっと回ってみますけどね。はい、古墳。古墳は古代日本の国家建設に尽くした中富の鎌足の墓と言われています。ここ山古墳や。北摂の山々を背に豊かな平野が広がり、淀川の水門や東西の交通の要衝として里の息吹を伝えています。これどうすげえの。ここいっぱい勉強したんだ。鏡でこれだ、鏡。おお、クワがあるな、クワ。ということはこれは弥生時代の後期やね。埴輪に円通、円筒埴輪じゃん、円筒埴輪、円筒埴輪ね。これや。今城塚が、あ、グループ分けしたね、これね。食べてますけどね、剣。これは鎧。こんな出てきたんだ、これ。この中大きいね、このね。これまた面白い形してるね、これ。水を食べるにしては下穴開いてるしな。これどこの地層かね、これ。断層、断層、断層、断層。これ分からんな、あそこは。ああ、これそういうことか。古墳の。古墳の歴の跡か、これ。これどこの再現かね、これ。おお、こんな感じで石を張ったの。ああ、大変だよね。お、攻めや。お、攻めやな。ほら、大変だ。
回り方しちゃうんだろうね。今やと大変、こんなね、大変ことないんやけどね。大変ですよ、これは。石の数がね、すごいからね。ほら、こっちはかけないや。これ、埴輪はずっといたね。これどこの石灰やろ。夕方石灰でございます。どこやろね、これ。どこ見られんかい。こんなんやね。これ見てないかもしれない、これ。靴が、車ですか、これ見てるかな、これ分からんな、これ。21番。21番見てないかもしれない。旦那さん、中津山、須藤、箱山、近田、大仙古墳、二三世、29分、一の山古墳、これはどこやろ。あと調べてかんな、前の山。岡山さんで、六山、山、大塚古墳。この110、これは小さいから見てないかもしれないからな。五条の丸山古墳。あ、これ見てるわ。まあ、大概見て、見てないのが一箇所に。これはそうだ。電気つかないのかね、これ。真っ暗でございました。残念でございました。